嘘をつくと鼻が伸びる物語。作者がいない今ならば、多分嘘をついても大丈夫だろう。だから言おう。君が必要と。恐怖に打ち勝つ力、臆病者は片隅でガタガタブルブル震えてな。敵はみんな尻から顔まで串刺しで、モズの早煮へ出来上がり。鱗を固くしないと。なんとか生き残れたみたいだね。僕の邪魔をするのなら、残念だけど戦おう。だって今はそれしか道がない。別に望みはない。強いて言えば、僕は誰かに引っ張ってもらいたいだけなんだ。
の。乱暴な杖と共にピノキオは敵を倒す。本当は殺したくないのだと悲しさに顔を歪めながら、罵詈雑言を放つ杖に身を委ね、ピノキオは死体の山を築く。まるでこの戦いは自分の意志ではないのだというように。抑止する。ああ、もう嫌だな。でも倒したのは自分。違うよ、あれは杖がやったんだ。だって僕一人じゃ何もできないもん。ああ、助かった。ピノキオは望む、自分以外の誰かに道筋を決めてもらいたいのだと。ピノキオは望む。だから一刻も早く作者を復活させて自分をどうにかしてもらおうと、自分の意志を恐れ他人の意志に身を委ねることを強く望むは人形ゆえか。依存、それはピノキオを吊る操りの糸。